師匠から譲り受けたもの、今ここで試す。開始。サスケ君は私が止める。ナルトにだけ重荷を背負わせたりはしない。これって暁の、こいつらがいるってことは、サスケ君やっぱり暁って、もう昔のサスケ君には、サスケ君に近づけさせない感じね、こいつら。次から次へとキリがないわ。早く急がなきゃ。一人でサスケ君を止めるつもりですか、さくらさん。その声はリーさん。みんなで力を合わせるべきです。引き返してください。すみません、私はもう決めたんです。ならば腕ずくで止めます。すみません。やんなら、はいはい、やっ、さくらさん、一人で肩をつけようなんて無謀です。分かってる。でもこれは自分で決めたことなんです。だからお願い、私を行かせてください。そればっかりはさくらさんのお願いでも無理です。早く行かないと追いつけなくなる。すみません、でもこれはさくらさんのためでもあるんです。なんとかしないと。やりますね。ですが負けるわけにはいきません。さくらさん、待ってください。言ってはダメです。ごめんなさい、リーさん。この先にサスケくんが任務達成。